はい皆さんん毎毎度毎度、はい、おばあちゃんパーマ、ね、これ長さがミディアム系だからね巻くのが1 0ミリとか1 1ミリとか普段 6mm っていうのはショートの,あのおばちゃんね。長さが1 0ンチ以下でねロットの長さ以下ぐらいになると大体 6mm で巻く毛がちょっと硬くてねたわしみたくあのほらハリネズミみたくなっちゃうそういう方はやっぱりパーマかけるとかね。 細毛難毛で取れやすくてとにかくかかっていればいいって言うんだったら 6mm でもいいけどちょっと細毛難毛の方っていうのは難しいねあんまり細いんで巻くとチリチリしちゃうからねやっぱり8ミリぐらい7ミリぐらいちょっと状況を見てみないと何とも言えないねカラーでね巻いてる方だったらね細毛難毛でもねそういう方は、まあ、細いロッドで巻いてちょっと強めでもいいんだけどね ブローで仕上げる方ねね細毛なんぼ、ね、こういう方の場合何 mm で巻きゃいいのかねちょっと長さとか状況見ないと本当によく分かんないね 6mm で巻きゃいいっつったろうみたいにね 6mm で巻いてチリチリになっちゃったとかね適切なね太さのロットで巻くとねテストカールの時1本外すじゃないすると悩まずねかかったかかんないかがわかるんだよねで皆さんだったらこういう方は何 mm で巻くだろう 1 3ミリぐらいだったらまだわかるかもしれないけど1 4ミリぐらいで巻いちゃうとねテストカールの時毛先しかかかってないんだよねあれおかしいなってでそょんでまた長く置いちゃうっつのと15分置いちゃうそんでもなんか緩いからもう一回薬つけるとか根元にじゃあ080とか強めの指数塗布してじゃあ毛先は、まあ、ななんだかんだかんたらってさよたい言ってね根元に強い薬つけてるとやっぱり。 15分置いちゃうとやっぱりオーバータイムでチリ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 でこういう方の場合はね毛先は化学的には、まあ、5分というか巻いただけでかかってるからねそれはどんな太さでも同じなんだよかかってるんだよ化学的にはただテストカールするとなんかかかってるように見えなくてんで時間置いたり杖薬さらにぶっかけたり縁石ぶっ込んだりして痛めてしまうとのパーマね あの何年もかけてきたけど何が正解かってのは本当わ分かんないね、まあ、その時その時で良かったり悪かったり同じことやっても2度目は失敗したりね特にあの白髪染めしてねヘアカラーのパーマちょっと強めにかける緩めるもそうだけど前回何の薬で何色で巻いたってさ、まあ、カルテ取ってあるけど参考にはなるけどね当てにはできないねそ、まあ、その時その時時で 本当に薬変えたり膜太さ変えたり置く時間変えたりねまあ毛部屋からのパーマっつうのはわけがわかんないかかってればいいっつうんだったら簡単だけどねうん微妙な調整しようと思うとわけがわかんないねあとはもうコメントなしパーマー外すまでお疲れ様でした